はい、どうもおもちゃんねるんです。さあ今回はねまたねいろいろとねいいものをね見つけてきたんで見ていきたいと思います。いやーかなりの量ですね。じゃあまずねこの左の袋から見ていきましょうか。もう上からいきますね。はい、まずこちらですね。トミカのセットなんですけども、ザ・トヨタというやつでね、値段は2500円、もともとの定価がね多分ここに書いてあるんですよ、3000円でパッケージ見る限りねこうなっていて、もう全くね中身わからないんですが、これシルバーのね銀メッキのタイプのトミカが3台セットになっていて、で中身はねちょっとね確認させていただいてないんですが、一応中古なんですよ。とりあえずコレクターとしてはねもう見つけたら買わずにはいられないということで、とりあえずゲットしておきました。でこのトヨタとね似たような感じでもう一つこのね日産バージョンもあります。ちなみにこちらね値段さっきのトヨタ車よりちょっと安めです。1400円で、まあ、これもねさっきと同じように中身ね確認できないパッケージなんですけど、これもメッキタイプのね車両が3台セットでね入ってるものですね。これはねこちらと一緒にね開封時に楽しみにしておきますね。でトミカギフトまだまだございます。よいしょ。これもねちょっと古いものですね。シティパーキングで遊ぼうドライブカーセット、なかなかいい車両のセットで4台ですね。日産フェアレディ Z のロードスターで、その隣にマツダアクセラスポーツ、下にトヨタのビッツで、その左側がホンダのステップワゴンです。まあほんともうパッと見ねなんかちょっと穏やかな感じのシティパーキングという感じでね、まあトミカのねストラクチャーのねパーキング系のね車両にすごくね似合いそうな車両たちになってますね。で一応ね箱の方はくるっとこんな感じになっていて、あ裏側にはねもうパーキングの CM が書いてあります。まあ多分このねオートパーキング系もね同じぐらいのね年代に発売されたものだと思います。ちなみにねお値段は1600円、定価はね1800円ってなってますね。で次にこの2つが、これがねトミカ40年機というやつで、左側が上で右側が下ですね。で当時の定価とね同じぐらいの値段で発売されたのが約ねもう78年前ですかね、2010年です。で完売価格はこちら下の方が2000円で上の方が1800円ですね。でそれぞれどんな感じのセット内容になってるかというと、はい、まず上の方ですが、この左下に書いてますね、日産シーマ、ホンダビート、トヨタプリウスにトヨタ 2000GT です。まあ各車両はこんな感じですね、くるっと。はい、で右下のところにねトヨタ40年機上記念メタルバッジ付きってなってます。で若干ですかねこれ日に焼けてて黄色い感じはしちゃいますね。まあこのメタルバッジは黄色いんですけど、それ以外のねトミカかなり状態良さそうです。おそらくなんですがここね両サイドねテープ貼ってるんで未開封だとは思います。で下の方がこれも左下にねラインナップ書いてますね。日産スカイライン 2000GTX、 ホンダシティターボ2にユーノスロードスター、日産 GTR、 まあ個人的にはねこちらの方の Z 内容の方が好きですね。こちらも多分未開封だと思います。車両非常に綺麗で、付属のメタルバッジはさっきとね同じように若干黄色いのかな、まあ元々のカラー知らないですけども、多分これもね日焼けしちゃってますね。で箱のシールはねもう両サイドパッと見た感じは貼ってるんでね多分未開封だと思います。あっていうかこれ見てなかったな。こっちも多分未開封っぽいかな。まあ開けてみないとわからないんでね、とりあえずこのトミカギフトも楽しみにしておきましょう。で次にこの一番左の袋はこれで最後ラスト。はい、これはね僕ちょっと持っていないんで買っちゃいました。1400円だったんですが、プラレールの0系新幹線、イベントでね発売されている0系新幹線は手持ちであるんですけども、このパッケージのタイプのねものを持っていなくて、イベントのねやつはボディカラーねちょっと黄色いんですが、こちらはねもう真っ白とブルーです。でこれも多分ね箱は若干傷んでるんですが、多分新品じゃないかなと思います。ちなみに背面のパッケージはこんな感じで、まあ中古っぽいっちゃ中古っぽいんですが、中の車両はおそらく新品ではないかと、傷とかはほんと少なそうですね。で左の袋は終わりまして、次に真ん中いきましょうか。これもね同じ店です。まずはプラレール。はい、これもね持っていなくて、値段はね1900円、定価は2000円ですね。まあ見た感じ箱中古なんですけども、中身は新品だと思います。485系特急レッドエクスプレス日輪、まあ、もちろんね手持ちの車両にはなかったんで今回こちら購入しました。まあ、僕自身ねちょっとね知識が浅くてこれがどの形態でね発売されたのかねちょっと存じ上げないんですけども、これは通常の店頭で販売された分なんですかね。なかなかねこういった特殊な赤いパッケージとかね店とかで見ないんで、まあとりあえずね欲しかった車両でもあるんでね今回は手に入れることができて、まあラッキーだとは思ってます。値段がね高いか安いかはぜひちょっと視聴者の方教えてください。でまだこっちもねトミカギフト系があって、はい、僕が大好き郵便車コレクション今回2です。まあ本当ねこのシリーズねいろいろあってですね、多分ねこれね車両ねこの辺はね中古でちょっと以前に買ったと思うんですけど、もうこれ欲しかったですよ。郵便カブたまらないでしょこれいいですね。ちなみに値段の方がね2000円で定価よりはねちょっと高いですね。1800円、発売が2009年の5月20日ですね。でこちらもおそらく未開封で、セット内容がトヨタのハイエース集配車にホンダのスーパーカブ配達用バイクで、下に行って日産ディーゼルビッグサム高速道専用車、左側がスズキキャリーの集配車で、こちらもおそらくは未開封だと思います。まあ中の白いケースも黄ばみとかなさそうなんで、まあ、そこそこね状態はいいものだと思います。いや郵便車もねほんとかなり増えてきました。でこれもトミカギフトかな、ギフトじゃないわ。これは2000年の株主優待限定企画セット。まあ正面にねメーカー名書いてないんですが、後ろ見るとトミカタカラトミーですね。でセット内容がここね写真があって、金銀銅ですかね、なんかすごくピカピカな車両3台セットになってます。で値段がすごく安くなってたんですよ。990円です。もともと多分ね2300円で売り出していたものが、まあ売れなくて安くしたんですかね。まあその辺のね事情わからないんですけども、まあ結構お得に買えたんではないでしょうか。ちなみに車両をね後ろで確認しておくと、メルセデス・ベンツ A クラスにトヨタプリウス、そして日産スカイライン GTR-R34 ですね。まあこれはねもう何も迷うことなく値段見て即買いでした。で他にで一旦ちょっとねトミカプラレールから外れて、結構ね気になるミニカー系があったんでいろいろね買っちゃいました。こんなもんかな。はい、まずねこれ小さいやつ、まあ100円のチャラキューです。で Q ショップスペシャル仕様ってなっていて、これなんか可愛いんでねもう買っちゃいましたね。100円ですよ。でこれ車両は分かりにくいんですけど、スバルのインプレッサですからね、多分ねどっか書いてないですかこれ。書いてましたね。そこにスバルインプレッサっていうのちょっと見にくいんですけど書いてます。まあでもこれ100円なら全然僕も安いと思います。でこのねおっきいケースに入っているこれはねフェアレディ Z ですよ。めっちゃかっこいいでしょこれね。ケースはねそんなに綺麗くないんですが、中の車両はね絶対綺麗ですよ。で値段がねめっちゃ安かったんです。はい、380円です。多分これねもともと売り物とかではなくて、これはディーラーでもらえるやつなんですかね。でも結構ほんとねクオリティ高いねミニカーになってるんで、これが380円ならね絶対安いと思います。でこれが今くるっと回っちゃったねこれ台座が光をね浴びると回る形になっていて、まあご覧の通りこれスカイラインです。ちょっとパッケージ周りのねプラスチックのケースがくすんじゃってるんですが、まあ開けたらね多分綺麗と思います。で値段ね290円で、まあご覧の通り中身ねチョロ Q ですね。実際にね多分走らせることもできるようになっていて、まあ飾りとしてもね電源入れたらくるくる多分ね回ると思うんで、これはねいいんではないかなと思います。台座付きで290円、まあこれもね買っちゃいますよね。でこれが中身ないわこれね子供に奪われたんで86は580円ちょっと取ってきます。中身はい、持ってまいりました。こちらです。これもね多分ねディーラーでもらえるタイプのね車両だと思います。トヨタの86結構かっこいい。でもちょっとね子供ちゃんが遊んじゃいまして、ちょっと傷がついちゃってるかな。まあまあでもね全然いいです。楽しんでくれてたらねそれで OK です。これだけちょっとレビューみたいになっちゃうんですけど、ヘッドライトクリアパーツになっていて、かなりいい感じの作りの車両になってますね。でこれねちびっこ喜ぶんでしょうね。フルバックになってます。先日僕ボクシー買ったんですけど、同じようなねフルバック感ねもらったんで、なかなかねほんとディーラーさんもね素晴らしい車両をね作ってくれますよね。まあ市販ではねもう絶対売ってないんで、まあ値段がねどうこうっていうあれはないんですけど、580円ならまあいいかなと。まあ多分ね今はなくて当時もねトヨタ車を何かね買ったりとかしなければ手に入らなかったね車両だと思うんで、これもお安いと思います。で後ろ側こちらが超老朽で値段はすごく安くて180円、パッケージが少しボロめなだけで未開封の新品ですね。もともとはあ、ここ書いてますね、スーパーオートバックスで買ってますね。997円で買ってるんで、これが180円ならもう全然安いでしょ。多分ケース付きですね、これなんかね。でベンツですよ、ベンツめっちゃかっこよさそう。これも本当お得に買えたと思います。でここから一旦若干ちょっとトミカに戻って、はい来ました、トミカタウン郵便局。僕のね動画見てくださってる方分かると思うんですが、ちょっと前にね郵便局買ったんですよ、中古で。ただねこれ僕なんで買ったかというと、まあこれ多分新品ですよ、新品、絶対新品なんですよ。めっちゃパッケージがねきれくて、で新品なんで当然ね全てのね車両とかあと小物とかね、この人形もね絶対入ってるんで、で値段もまあ当時の価格は1800円なんですが、販売価格がね2590円なんで、これは得ではないかと。もう僕的にはこれもう絶対ね、もう持っておくだけでもね全然価値があるものだと思うんで、近々ね開けようとは思ってるんですが、これもねお得に買えたかと思います。ちなみにこの横にねもう1個新品のミスタードーナツがあって、それはね4000円したんですよ。若干ちょっとね手が出なかったんですけど、それもひょっとしたらね買ってしまうかもしれません。であとなんかちょっとちっちゃいの買いました。あ、ちっちゃいのって言ったらまあ失礼ですけど、はいこちらですね。これで安いと思います。古めの黒箱タイプのねトミカです。でこれがまあ当時のものではなくて、これね復刻版って書いてあるんで、めちゃくちゃ多分価値あるものではないとは思うんですけど、もうパッケージだけでね嬉しいですよね、持ってたらね。でこれ開けてないですかね、テープは一応ちゃんと貼ってあるんで未開封かと思います。ちなみに車両名はグラウンのファイアチーフカーですね。まあパッケージはねくるっとこんな感じになってます。でもう一つね同じような感じで、これも復刻版なんですけど、ブルーバード SSS クーペで値段はね700円で、こちらも持ってるだけでね若干嬉しい感じのパッケージですよね。これシール剥がれるのかなあ、綺麗に剥がれるタイプですね。よかったよかった。まあ なんで貼り直すのか僕もわからないんですけど、まあこれもそんなに高くないと思ったんで買ってしまいました。であとこれは高いかもしれません。やっちゃったかなと思いましたね。ポケットトミカのフェアレディゼット覆面パトカー、これね100円です。まあアミューズメント商品なので市販品ではないんですけど、100円は高いかなと。でこっちもねまあ似たような感じなんですが、これも100円なんですよ。日産スカイライン 2000GT で、まあ、黒箱タイプのアミューズメント商品から、これガチャガチャですかね。まあまあでもねなんかちょっとね可愛いかなと思って、これもね我慢できなくて買っちゃいましたね。でこの辺で真ん中の袋終わりました。でラストこの大きな紙袋、これはね昨日日本橋で買いましたね。ただね一つのレールが欲しくて買っちゃったんですけど、まあ箱白くて分かんないですね。パカッとね開けちゃいますが、よいしょよいしょと。はい、これも今は売ってないです。カプセルプラレールのデラックスお楽しみレールセット、まあセット内容はね文字情報ですいません、こんな感じですが、かなり素晴らしいセット内容になってます。で僕欲しかったのがここなんですよ。書いてますよね、デラックスセットのみの限定品って書いてるんですよ。特にねこの下のねU ターンレール、まあ、ちょっとお見せしますが、このタイプのレールですね。通常のプラレールで丸になっているこうくるっと戻ってくるタイプのレールですね。それのカプセルプラレールバージョンです。これがね欲しかったんでね、今まで結構ね探してたんですが、まあ、これね一応パッケージの中身はね未開封品なんで、これはラッキーと思って買いましたね。確か値段2000円ぐらいだったはずです。でまあこのね U ターンレール以外も結構ねいいんですよ。ここに映ってるね坂レールとかね、結構上まで行くタイプの坂レールでね、橋桁もねめったにパーツこういうの出ないんで、この辺も嬉しいですよね。この隣のやつもいいし、あとね立体ステーションとかもね多分可愛いと思います。まあ跳ね橋はよく見るかな。あとそれ以外にこんなねポイントレールとか大鉄橋で、あこれもいいですね、ライト付きステーションで、もう一つがアナウンスステーション、これはなんと音声出ます。まあ中々で言ってねこれ多分ね2000円で買うと素晴らしいセットだと思うんで、まあこれは僕ねこのタイミング逃したらないなと思ってねもう買っちゃいました。ちなみに今回のパッケージだけではね作れないんですが、ちょっとねレールを足してあげるとねこんな感じのレイアウトを組めるんで、まあ、カプセルプラレールでこれだけ組めたらもう最高ですよね。いやこれは本当いいお買い物をしました。でラストいきましょう。ラスト、これね、僕ねめっちゃ探してたんですよ。これめっちゃ探してた。お裏側ちょっとネタバレ一瞬しちゃいましたが、はい、これ来た、トーマスのやばいやつ。まあ売り場でちょっとね面白い感じで書いてあったんで、この辺ちょっとね写真出しておきましょう。中国のねインチキ合体ロボか変形ロボですね。これがねかなり昔にオタファさんいらっしゃるじゃないですか。あの方がレビューしていらっしゃって、うわこんなロボットあるんだと思ってね、トーマスの。で結構海外のサイトとかいろいろ見てて、値段ねいいのないなと思っててね。でたまたまちょっと昨日ねこのカプセルプラレールのセットをね買ったお店で見つけたんですよ。値段がね、まあこれ高いか安いか分かんないですけど3240円です。で本当ねトーマスっぽいというのはもうここの車両の顔だけで、それ以外はもうやばい機関車になってるんで、いやーすごいですね。もうここなんて多分ねもう何の許可も取ってないでしょうし、スーパーロボットって書いてますもんね。このトーマスマークとスーパーロボットが並ぶ時点でおかしいですよ。で背景はまあそれっぽくトーマスっぽい感じになっていて、イラストとかもねもうパクってますね、これ確実にね。で今これちょっとねもうめっちゃ見てしまうと時間かかりそうなんですけど、パッケージの上のここのねクオリティもたまらないです。まあどこかで見たことあるようなね車両たちと、あとねこれわかります、これでね変形トーマスで読むらしいです。で下に英語でねトランスフォーマブルトーマス、いいですか、英語ちょっと弱いんであれなんですけど。でトーマスのスペルだけ僕ねよく見るんでわかるんですけど、 T と O の間に H 抜けてますよね。いやーこれもねほんともうマジで面白そう。ここに写ってる車両とか絶対やばいですもんね、これね。まあなんていうんですか、一番新しい映画を先取った感じの車両デザインですよね。流線形というかね、それ系ですか。で裏側ね最初に見ましたけど、まあ、ここは説明書になっていて変形順が書いてあるんです。で完成品がこれですね。絶対これ面白いです。もうダメですね、全部見たくなっちゃうんでね。変形順もねもう何の説明か分かんないですからね、これね。で下にはなんかね一応何かしらの合格したんでしょうね。もう何が合格か分かんないですけど、まあ危なくないよ的な合格でしょうね。で結構気になるのがこの右下のところで2346ってあってチェックマークが入ってるんですね。多分この商品のバージョンがこの2番だと思うんですが、他にも3種類存在するのかと、これぜひね全部欲しいです。で最後にねこの上も見ておきますが、やばいですね、列車の車両にアニメのトーマスのプリント重ねてるだけですね。誰の顔か分かりませんが、でこちらも同じく顔を重ねてるだけで、上にはさっきねいたようなもうかっ飛び系のねトーマス系というか、そういった車両のデザインがあって、上になぜか多分ジェームズ、まあ箱紹介するだけでも長くなっちゃったんですが、もうなんだかんだ言ってこの中で一番嬉しかったかもしれない、見つけた時。こんなねちょっとヤバめの変形トーマスなんですが、またね近々紹介させていただきたいと思います。はい、てな感じで今回はね最初にね言ってなかったんですが、先日のね3連休でちょっといろんなお店に行って買ってきたものをね軽く紹介しました。まあ本当に最後にねお見せしたトーマスの変形ロボね、これはちょっとねもう自分的にはねヒット商品だと思います。大阪のね日本橋で売ってるんで、ぜひ行かれた方はね買ってみてください。買ってみてくださいっていうのもおかしいか怪しい商品なんでね、まあ、気になる方は一度ちょっとね見に行ってみてください。でそれ以外の商品はね駿河屋さんというところで買ったので、まあ2店舗で買ってるんですけども、なかなかね今回もいろんなねお宝ゲットできたと思います。てなことでね今回はこの辺りでおもチャンネルのたるでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと Twitter やインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今年もねあと2ヶ月もないですね。だんだん気温も寒くなってきたんで、季節の変わり目、皆さんね風邪とかひかれないようにねお気をつけください。小さいお子さんはねお父さんお母さんの言うことを聞いて、早めにねお風呂入ってねご飯食べて、明日の準備をして寝ちゃいましょう。ではでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。それではごきげんよう、さよなら、バイバイ。